おはようございます。小さいですよ、声が。もっと元気よく。はい、いいですね。おはようございます、クロちゃん。うん、おはよう。うん、おはようございます。今日は2月5日、明日はクロちゃんの誕生日です。たくさんね、プレゼントをね買ってきたので、明日ね開封しましょうね。クロちゃんが自分の尻尾と遊んでいます。今気づきました、自分に尻尾がついていたことに。ほら。自分の尻尾が気になるそうです。ほら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 、どうしたの、自分の尻尾よ。今気づいたん。パールは珍しく今日下に行ってね、今日はラピスが寝ております。普段ね、編集してる時はラピスはいつもね、俺の横でね、一番近くで寝てるんですよね。寝る時はそばが、あー起きた、ごめん、おはよう、可愛く撮っとくね。あれ、クロちゃん、尻尾捕まりましたか？おはよう、誕生日おめでとうございます。本日9月6日ですね、クロちゃんの誕生日ということで、はい、5歳になります。保護した猫ちゃんだからね、誕生日はわからないんですけども、まあ、クロちゃんという名前にちなんで9月6日を誕生日として、先日獣医さんにもね 4,5 歳って言われたのでね、クロちゃん推定年齢 4,5 歳5歳の誕生日です。で、今日はね夜のね9時6分から放送するんですけどもね、みんなからおめでとうおめでとうっていっぱい言われるよ。あー来た、クロちゃんが。あー食べられる、クロちゃんに食べられる。どうしたん、クロちゃん。カマチョです。あれからずっとニャン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 言われて、めちゃくちゃ話しかけられます。ちょっと携帯を触って自分の時間を楽しんでいるとこで、おい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 、僕はって、カマチョ猫ちゃん、クロちゃん。はい、というわけでパールがですね2階に上がってきて眠そうな感じです。私も今編集してるんですけども、クロちゃんはぶっ倒れてますね。あー眠そうな顔。うわあ、老けたね。なあ、触ってきた。このあと5時間後ぐらいかな、生放送楽しみましょう。パールにもプレゼント買っとるけね。この S 型トンネル、ここらへんかな。はい、お、早速パールが入りました。お、なんだこれは、楽しい感じやない？あおー、いいね。おーおーおー。パールのお家になっちゃいました。じゃこういうのもどうですかな。おー、出てきた。お、早速、はいはい。さあ、すごいです。キラキラしてます。遊んでちょっとおっちゃない。うわうわ、ぶん殴った、ぶん投げた。あ、みんなついていきようけど、クロちゃんだけほら高みの見物と言ったところでしょうか。面白いね。おーっと、パールがやっぱりロケットパールがすごいですね。あ、ロケットパール。これね、いつか買ってみたかったよね。おーっと、ラピスロケットも出てきた。じゃじゃん、こちら。おー、いいねいいね、かっこいいね、これねと言っております。はい、これですね。可愛いでしょ、リボンの。上手やね。で、見てみんな、ほら、パールのほら、めちゃくちゃ上手。上手、上手。はい。キモ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 です。はい、キモキモキモ虫です。はい、電池入ってないんですかね、これ。電池入ってないです。これちっちゃい電池なんですけど、絶対この電池なんか普通に家にないやん。終わった。こちら、ダダン。ジャンピングパンチといって、これなんか地面とかにつけて猫ちゃんがジャンプすると噂の商品。これでもしジャンプしなかったら返品しようと思っています。よろしくお願いします。盗んでいます。ちょっと待って、あ、クロちゃんが来た。おお、あ、みんな来たよ。ほら、クロちゃんも来たやん。ちょっとリッチな三つ星グルメ、こちらですね。ご飯を食べるパールくんとクロちゃんと、あ、クロちゃんこぼし、ちょっと俺がこぼしたかな。ラピースです。もうラピさん、どんどんずらしてご飯ここまで持ってきました。ぴょんぴょん。ロージズ。ででん。抜け毛すっきり。いつもファーミネーターっていうの使えないけどね。パールとかファーミネーター嫌いなんですよ。こんな感じです。いや、そうですね。はい。嫌いやな。はい、今回の収穫、これだけです。はい。でずっとここで遊んでるの。闘争心がどんどん上がっている。お、ケツを見てこっち見た。今の可愛い、何それ。あ、見よる。やば。何それ。すわー。また15万人記念の時は9時6分からやろうかね、じゃあ。はい、というわけで誕生日の次の日ですね。おはよう。やっぱ足音で気づいたんか。そうね。おはよう。あら、クロちゃんこれで遊んだんやない。倒れとるよ。おり。なあ、おはよう。まずは挨拶ということですね。おはようございます。さあ、今日もじゃあ編集やらなんやら、頑張れますかね。あ、かわいい顔。かわいい顔よ。ちょっと触ってほしかった。あ、これも差しっぱなしやん、カメラも。昨日の配信のまま。よいしょ。なら、これちゃん。見て、ジャンプ。はい、すごいね。多分、一時ね、クロちゃん、こんな膝の上に乗ってるでしょう。はい、というわけでね、今ね、6時33分なんですけども、パウルがやってきて、ラピスもやってきて、でクロちゃんがね本当に見当たらないんですよ。これ冗談抜きで、今さっき下から上がってきた。あれ待って、今黒いの見えたわ。お、すごい。あ、そこおったんや。あ、ガチでマジで本当どこおるかわからんで、カメラ回して探そうと思ったら今チラパール、クロちゃんも使いよるわい。これちょっとこっから見てみようや。おー、いい感じですね。てかパール、これさ、犯人やっぱりパールやったよ。昨日の放送のね、コメント欄見たら視聴者さんが言いよった。ここから壊れてます。パールがドカーンってね、まだ映像を見てもらった方が早いかな。こちらご覧ください。パールと黒崎やってる。うわぁな、一人で何しよう。サイズ考えて、パールの体は大きいんやから。ここにこう置いとくね。完全にこれパールがね壊してますね。そしてうらっ、パールの好きなこれね、これ電源入れたらねくるくる回るんですよ。うわーって、ほらすごいね。これめちゃくちゃねパールお気に入りで、これ正直電源入れなくてもこの状態でもずっとパール遊んでました。多分これもねパール昨日上手やったっけね。見せて、遊び方。そう、おー上手。本当にパール上手よね、遊ぶの。お遊びが上手な子って。でクロちゃんはあ、いますね。クロちゃんこれ避難しとんかな。落ち着くんやろうね。でも周りがさ見えんけ、これねもう速攻壊されました、パールに。あ、見える。パールが開けた穴から見える。うわ、目があった。破壊神パールくんです。おい破壊神、ブシュンブシュンブシュン遊んでおります。勝負するか、じゃあ俺と。よいしょ。えい。おー、うまい。おー、うれうまい。うれ引っかかった。うい。お、あー負けた。パールこれ強いんよね。ラピスも遊んでき、パールと。そう、おー上手。おーすごい上手。回してみようか。俺ほれでしょ。これ電気消すと綺麗だよね。ほらすごくね、ほら綺麗じゃないですか。うわ、パリピになった。パリピにラピパリピとパルパリピです。わあ、パリピですね。黒パリピは何しよん。黒パリピはあ、全然パリピじゃないよ。お、ラピパリピが踊っております。前回の配信のアーカイブ生放送録画はね下の概要欄にあるんですけども、その時ラピスにこれつけれなかったんですよね。忘れてて、これ今からつけてあげたいと思います。ラピつけ、これラピほら、かわいいやろ、これ。これつけようや。よいしょ。はい、ラッピちゃんにつけてあげました。ああ。気に入ってくれたかな。なんかラピス毛が多い気見えんね。あれ、なんか、クロちゃんが近づいてきたね。あら、あれ、ここまで来た。さっき奥の方おったんやけどね。ちょっと気になって見に来たそうです。もうほんと最近ずっと思うんやけどね、クロちゃんってね、二人きりの時の方がいっぱいね、甘えてくるんやけど、パールとラピスが来たらね、すごい控えめになるよね。あ、先住猫さんどうぞどうぞみたいな感じの。やっぱ一番先輩やから心にゆとりがあるよね。ゆとりのない子でーす。ゆとりのない子でーす。はい、全然ゆとりが、全然ゆとりがありません。パールは。いつも赤ちゃんのように、おもちゃで遊ぶの大好きです。あれラピどうしたん？なんでそっち行ったん？どっか行きました。なんか音がした。うわー、来た来た来た。なんか来た。なんか来たんだ？今のは生物か？はたまた幽霊か？ラピ？かわいい。あら、パールもう終わったん？遊びまくって疲れました。おーっと！この穴から入ろうとしよう。パールが壊した穴から。ああ、入れんよ、それは。クロちゃんが穴広げようとしよう。片手入ったやろ、もう、これ。ほら。片手入ってしまっとるやん。右腕のクロちゃんになっとる、ほら。賞金首やね。これで今日から。右腕のクロちゃん、つって。どうしよう。追われちゃうよ、みんなから。どうじゃ。ねえ。あ、また入ろうとしよう。ああ。頭今突っ込んだ。やばい、壊れる。買ったばかりで1日目にしてパールが破り、その穴を広げております。あ、お尻ブリブリしよう。突っ込むか、これ入るか。おーっと、正式な穴から入りました。頭いいですね。さあ、というわけで電池入れましたよ。こちらを見ていきましょう。うわー、気持ち悪い。うわー、反応悪いですね。これぶつかるんですかね。おー、パールが向きを変えた。さあ、このままクロちゃんの方へ。あ、クロちゃんは逃げた。あ、触って、匂って、触って匂って、微妙って言ってます。こっちの方がいいやって。これの方がいいやって言ってますね。はい、というわけで、芋虫のやつは星0個です。はい。まず見た目気持ち悪いっていうのと、猫ちゃんの反応がないのっていうのと、電池が LR の44っていうちょっと入手困難なやつで、全然ダメ。まっすぐ進むだけやしね。これなんかぶつかりそうだったら曲がってくれたりしたらいいんやけど。だから、クロちゃんも怯えとるし。怖って。で、めちゃくちゃ何でも遊ぶパールでさえこんな感じだけどね。